はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、えー、先日ですね、え、実質 GDP が年6.0%増えたっていうことでね、え、記事になってたんですが、まあ、その内訳見てみると、まあ、外需が拡大して内需ボロボロっていうことで、まあ、とんでもない数字のマジックがね、入ってたわけなんですけど、やはり賃金が30年以上も上がらない国になると、経済成長なんてするはずがないんですが、まあ、その原因となってるのが、やはり非正規雇用の拡大というところかなとは思うわけです。 要は低人金の労働者を増やしたことでみんなの所得が下がってしまったわけですね。で、これにはとんでもない二次被害も待ってまして、みんなの所得が減るということは結婚できなくなってしまったわけです。つまり、少子化が加速する原因にもなってしまったわけ。で、それが最も被ったのが就職氷河期世代って言われてる方々ですよね。じゃあこの派遣労働を拡大したのは誰かって言ったら、皆さんご存知竹中平蔵さんなんですが、その竹中さんがですね、今回こちらの記事、 派遣の拡大は厚労省がやったこと。竹中平蔵が悩まされた真実をもてそぶ一部メディアの不誠実ということで、なんと、派遣労働の拡大があったのは自分じゃなくて厚労省だということで、なんかね、責任転嫁しだしたわけなんですけど、いやいや、その厚労省に指示したんがお前やろって話で、今回はこちら見ていこうと思いますんでよろしくお願いいたします。これもう100回ぐらいそうじゃないって説明したんですけど、みんなもう面白おかしく言ってるだけです。 元パソナ会長、竹中平蔵氏が癖癖するワイドショー的な議論とは一体、100万人超えの登録 YouTube チャンネル、日経テレ東大学の人気トーク番組を書籍化した、なんで会社を辞めたんですかより一部抜粋してお届けしていると。 竹中平蔵はなぜパソナの会長を退いたのか、ということでね。まあ、今回は対談形式の記事になってます。えー、まず最初はこの高橋さんという方からですが。えー、竹中さんはパソナグループの会長22年8月にお辞めになられたということで、ささやかですがご卒業おめでとうございますの花束をどうぞ。えー、ありがとうございます。何年間勤められたんですか ?13 年ですね。会長塾としては結構長いですね。 今回なんで会社辞めたんですかというテーマで色々お聞きしていくんですけどその前にまずはパソナでどういうことをなさったのかを教えてください最初南部安行代表からパソナで会長やっていただけませんかと言われた時私は公共事業を減らしたり郵政を民営化したり一部の既得権益者にすごい恨まれていますそんな私が会長をやると言われのない批判が会社に行ってパソナにご迷惑がかかりますよと申し上げたんです 南部さんは非常に立派な経営者ですから、そんなの構わないから一緒に労働市場を良くしていきましょうとおっしゃいました。その言葉に感銘を受けてお受けしました。私はこれまでに政府や大学関係の仕事も経験しましたから、取締役会に出席して経済や社会の動向について提案を行いました。 会社の具体的な事業というよりは、もう少しマクロの政府の方向性とかについて議論していったという感じですかいえ、会社自体の方向性もそうですし、今社会はこんな方向に動いているから、その方向に合わせて事業もこうしていったらどうかとかそういうことですね。具体的にはどんなことをされてらっしゃるんですか私はビジネスの現場に詳しいわけではないですけれど、これからはより一層デジタル化を進めなければいけません。今までは人と人とが対面してやっていたことをいかにデジタル化していくか、それが一番大きかったかもしれませんね。 それと、今後、労働市場はどんな風に変わっていくだろうかということで、労働市場の変化に合わせて、いろんなことをやらなければいけないと。基本的には、同一労働、同一賃金。これを実現できるかどうかですよね。日本の労働市場というのは、明らかに二重構造になっているわけです。はっきり言いますと、正社員は特権を持っていて、その特権は、1979年の東洋酸素事件における、東京高等裁判所の判例によって守られていて、正社員というのは、首をほとんど切れないことになっています。 そうすると企業にとってみると、これは固定費になります。固定費が大きくなるのは耐えられないので、その交際の判例が適用されないような部分について非正規社員を増やしてきたという意味で、二重構造になっているわけです。でもやはり二重構造はおかしいんです。一緒に働いているのだから同一条件にしないといけません。同一労働条件を目指す法律もできてきたわけで、そこが大きな変化の方向ですと。 まあ、というわけで、もう竹中さんのね、あの、考え方っていうのはもう常に一貫してまして、昔からそうですけど、この、正社員というのは首をほとんど切れない。だからダメなんだっていうところなんですよね。要は、めちゃくちゃ守られすぎみたいな。だけどさ、この上では基本的にはロ一労働同一賃金を目指すとかさ、いやいや、お前のやり方でそれが無理やねんって。でもまあなんかビジョンだけは綺麗事抜かしとるわけですが、まあなんせ、 正社員っていうのは守られすぎた。だからいつでも首切れる状態にしとかないと生産性上がらないでしょっていうのがこの人の考え方なんですね。まあそのせいで出来上がったのはただ首切りやすくなってるだけですけどね。だからこの高橋さんが、じゃあ竹中さんがされてきた派遣の拡大とかがそうですよねっていうこと言うと、い,いえ、そこが間違ってるんですよと。だから違うっていうんですね。厚生労働省がやったんです。私は1990年ぐらいからずっとやってるし、小泉内閣の10年以上前からやってるし、 現実にそういう働き方をしたいという人が多い。ついでに言うと、派遣は全労働者のわずか2%です。ワイドショー的な議論だと、派遣は悪いことである。それをやったのが竹中である。みたいなことを平気で言いますけれども、これもう100回ぐらいそうじゃないって説明したんですけど、みんなもう面白おかしく言ってるだけです。もう一つ、やはり地方創生はすごく重要なテーマになってきています。 ご存知のように、パソナは2020年9月から本社機能の一部を淡路島に置いていますけれど、そうした地方創生の基本的な方向について意見を言ってきましたと。というわけで、この派遣拡大は厚労省がやった自分じゃないって言ってるんですよね。でも、冒頭で言った通り、いやいや、その厚労省に指示したんかお前やろっていう話。っていうのも、これのね、その背景知らない方もいらっしゃると思うんですが、ざっくりお話しさせてもらうと、そもそもこの竹中さんが言うように、正社員は恵まれすぎていると。 だから、これ首切れないのおかしいよね。日本が経済成長していくには、企業がどんどん儲からなければならないっていうことだったんです。じゃあ、その利益を上げるにはどうしたらいいか。人件費というのが高いから、それを削ろうと。じゃあ、どうしようか。正社員リストラしてくれと。で、リストラした企業には、金やるって言ったわけですよ。でも、企業側からしたら、そうやってお金もらったところで、人手不足になるじゃないですか。 じゃあ、それどうやって解消するのって言ったら、竹中さん曰く、いや、それは派遣労働を雇えばいいと。じゃあ、その派遣どうしたらいいのって言ったら、実はパソナっていう人材派遣の会社やっとるから、そっから人回したるって言ったわけ。すごいでしょじゃあ、この派遣労働のメリットは何かって言ったら、派遣労働って経費っていう形でできるんですよね。っていうのも、例えば企業が人を雇えば、それって直接的な雇用になるから人件費発生するんですけど、 派遣労働になれば、派遣会社と契約して、その派遣会社から物を仕入れたっていう形になるんですね。だから間接的な雇用形態になるわけよ。だから直接雇用の場合は経費で落ちひんねんけど、派遣労働にすれば物を仕入れてんのと一緒で人を仕入れてるっていう形になるから、経費として落とすことができる。すると、払う税金減るわけですから利益が拡大すると。じゃあ企業としては、リストラしたら金もらえるし、人手不足を派遣労働で解消できるし、派遣を雇えば 利益が増えるしで、言うことなしなわけですよ。だから、どんどんリストラしていった。で、さらにすごいのが、じゃあ、リストラされた正社員は、無職になったわけですから、これ生活どうしていくねんっていう話になるけど、すると、竹中さんが、いや、うちパソナっていう人材派遣の会社やっとると。で、そこに登録してくれたら、仕事紹介できるよって。だから、仕事するためにも、この派遣労働って形になってくれと。そういうふうに言って、囲うわけですよ。だから、極端なことを言っちゃえば、 今、自分が勤めてる会社がリストラになって、派遣労働に登録して、派遣社員という形で自分の勤めた会社に行くみたいな。まあ、実際そんなことはなかったとは思いますけどね。でも、究極言っちゃえば、そういう仕組みに変わったわけです。じゃあ、この派遣労働者の給料はどうなるかって言ったら、派遣先からパソナにまあお金振り込まれますよね。そのパソナから派遣労働者にお金が行くわけですよ。つまり、今までの直接雇用やったら、会社からお給料が支払われてるだけやのに、派遣社員になったことで、パソナがさ、マージン抜いていく形になったわけよ。 で、それを政策としてやった。人材派遣は基本的にパソナーから今でもそうですよね。やるってことになれば、めちゃくちゃ儲かるわけですよ、パソナーは。で、そこの会長は誰かって言ったら竹中さんなわけです。だから竹中平蔵がそれをやったって言われて当然ですよね。逆に派遣社員は、今までの給料よりも明らかに少ないわけですよ。でもやる仕事ってほぼ同じって考えたら、派遣社員は悪いことであるでしょ だとすると、賃金が上がらないのは、非正規雇用を拡大したからと言れるわけですよ。じゃあ、非正規雇用を拡大させた原因は誰かって言ったら、やっぱり竹中平蔵さんになるわけじゃないですか。でも竹中さんは、それが違う厚生労働省がやったってこれで言うんですけど、いやいや、厚生労働省に指示したのはやっぱお前やんけっていうこと。ただ、この非正規雇用の拡大については、絶対にやらないとあかんことを、この人らはやらなかったんですよ。まあ、それ何かって言ったら、その首切られた人たちの救済です。 竹中平蔵さんたちの考え方、正社員を恵まれすぎている。企業が利益を伸ばすことによって経済成長する。だから派遣社員を増やすんだ。そういうやり方もあるのかもしれない。でもさ、派遣社員ってものじゃないわけよ。人なわけ。つまりその人にはその人の人生があるわけですよ。だから低賃金の奴隷にしたんだったら、その人の人生を救済してあげないとあかんわけ。やけど、それをしなかったんですよね。逆にそうやって生活できなかった君たちが悪いってことで自己責任にしてるわけですよ。 これ自己責任ですかどう考えって、制度がおかしいとしか僕言いようがないんですけど、でもまあなんせそういうことをしちゃったわけ。じゃあ、みんなのさ、所得がガクッと下がっちゃって、誰も結婚しなくなったんですよ。結果どうなったか。氷河期世代が誕生して、少子化が加速したんですね。で、それの余波が今もずっと続いてるわけです。で、みんなのさ、所得の格差っていうのがすごい開いてるわけですけど、さっき竹中さんが何て言ってたか。基本的には、同一労働、同一賃金、これを実現できるかどうかですよねってさ。 いやいや、お前らがそうやって格差拡大しといて、同一労働、同一賃金を目指すべきです、すごいでしょってさ、言ってことおかしくないマッチポンプやんけ、ただの。で、もう一個気づいた方もいらっしゃると思うんですが、竹中平蔵さんの考え方は、正社員は恵まれすぎている、雇用の流動性っていうのが生まれれば、それこそ経済成長していくんだっていうことなんですけど、ここ最近似たようなこと聞きましたよね。それこそがこの前の岸田政権の労働改革、雇用の流動性っていうことを軸とした退職金の課税とかですよ。 要は日本型雇用ってことで終身雇用なんかしてるから経済成長しないんだ。退職金って旨味があるからみんなすがりつくけども、旨味がなけりゃさっさとやめるでしょみたいな。じゃあ雇用の流動性が生まれて経済成長するってことやねんけど、そんなことを今日本でやったって、ただただ非正規雇用が拡大して終わりですよ。なんでか、需要がないから。だから、 竹中平蔵さんのこのさ、非正規雇用の拡大っていうのは、まあ日本にとっては凄まじいほどの損失を生み出したと僕は思ってますけど、それと同じようなことをやろうとしてるのが今の岸田政権の労働改革ですよ。そう聞いただけでも、もういかにやばいかってことですよね、これが。で、この竹中平蔵さんの考え方を元にしてるのが日本維新の会ですから、だから個人的には政治思想として竹中平蔵さんが嫌いな人が日本維新の会を支持するっていうのは全く理解できないんですよね。 まあこれは僕の意見ですけど、維新っていうのは自治体だから支持されてるところもあると思うんですよね。まあ特に大阪与党ですけど、まあそれこそ大阪自民党が終わってるから維新がよりよく見えるっていうところもあるんですが、国政政党となれば話は違いますよ。自治体は確かに入ってくる税収の中でやりくりしなければあかんけど、国はお金すれんだから、そもそもの財源確保の方法が違うのに、売り上げを上げて経済成長を持っていくっていう、そんな新自由主義の考え方でやると、国の売り上げって何かってったみんなの税金なわけよ。 ということは、税金をいっぱい引っ張り抜かれて、国の利益を拡大する。つまり、支出を減らすってことでしょそのこと、なんていうか、プライマリーバランスの黒字化って言うんですよ。実際、インボイス制度なんかにも賛成してるってことですから、まあ、維新がね、野党第一党になるんじゃないかとは言われてますが、なったらなったで終わってるってことですけどね。で、ちょっとね、話がそれたんですが、この竹中平蔵さん曰く、派遣の拡大は厚労省がやったんだ。しかも、小泉内閣の10年以上前からやってるし、っていうふうに言ってるんですが、えー、こういったデータもありまして、 え、派遣労働者の推移っていうことで、まあ、一年間ごとにこうやってグラフになってまして、この赤の線が派遣労働者の数ってことなんですけど、緩やかにこうやって上がってってるわけですよ。しかし、ここから一気にドカンって上がるじゃないですか。じゃあ、ここで何があったかって言ったら、派遣労働の改正があったんですね。誰がやったか、小泉政権ってことで、やっぱり小泉竹中政権で派遣労働者を拡大した結果、数増えてますよね、どう見たって。 でも、竹中さん曰く、10年以上前からそういうのやってたんですって言うけど、いやいや、確実にお前らのせいやろって。さっき言ったあの政策ですよ。あれを実行したことによって、案の定、そうやって増えちゃったわけですよね。で、さらにこういったツイートもありまして、朝生での竹中平蔵の発言を聞きください。こんな発言をしておいて、どの口がってなりませんかということで、一旦こちらご覧ください。否定規労とは4割ですよ。 4割ですよ今回のコロナの中でも本当にですね雇い止めにあっている方々は非正規の皆さんないですよはい,、はい、い,い,いいですかほとんの苦しみを 皆さんのね,ね話を聞いててね日本のね政策論議の将来私は大変心配になってきましたま皆さんがおっしゃったことはね要するにね街頭のアジェンティティだったらそれでいいけどねそんなの経済政策論でも何でもないですよ<何>そんなこと言ってたらね日本経済なんか絶対よくならないからね非正規労働まずねまずね正規いますねもうそんなことばっかり言ってるけどね共産党はねあのね日本でなぜそういうふうに非正規ができたかっていうと正規労働が守られすぎてるからですよ これは1979年の東京高裁の判定があってこの人は逮捕できないとそうして何するち,ょっち,ょっちょっとさちょっとさ人都言ってる時はちゃんと聞きなさい。 いや私が言っててる時にもちゃんと聞いいください私たちが言ってるのは要するにこの1979年の東京高裁の判例で正規雇用と言われるものはですね要すね要るにほとんど首を切れないんですよで首を切れない社員なんて雇えないですよ、それで総費正規っていうのをだん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 ん増やしていかざるを得なかったわけですよでこれ小泉内閣であったって言いますけど違いますよこれ1980年代の後半からずっと増えてきてますよ。 それでさっき言った、ねあの要するにね、所得の格差とか、ね、そういうものも、ね、小泉内閣の時は、ね、所得の格差、人力ケースは下がってるんですよ、そういう事実を私も何,何百回か説明してもねのじことばっかりみんな言ってる、それで賃金がやっぱり上がらないといけないですよね、賃金を上げるためにはどうしたらいいんですか、賃金というのは労働生産性に対して支払われるんですよ。 だから労働生産性が高まらない限りね、ね何お金が天から降ってこないんですよ、だから労働生産を高めるためには、事実関係だけ申し上げて、私は労働生産性が高まらない限り、賃金は絶対上がらない。 で労働生産を高めるためにはどういったかというと、さっき小林さんが言ったみたいに、要するに生産性の低いところから生産性の高いところにお金や人が、資源が移らなければいけないし、そして、それに対してですね、えー、労働市場がもっともっと流動化しなければいけない。それをですね、正規雇用という世界の中では非常に特殊な雇用ですよ、これ。ずっとですね、企業が抱え込まなきゃいけない。だから、生産性がいつまでも高まらない。というわけで、まあ、これがね、その朝生でのね、竹中さんの発言なんですが、 さっきのあのグラフ見てもらいましたよね。どう考えたって小泉竹中政権から非正規労働っていうのは拡大してるわけですよ。なんかさ、途中で自民党の片山さつきさんもさ、竹中平蔵さんの意見に対して私もそう思いますみたいなこと言ってさ、なんじゃこいつみたいな思うわけですけど、もう一個まさにのグラフがありまして、これですよね。非正規の内訳拡大率の推移ってことで、この黄色の点線、これが派遣労働者の数なんですけど、この2004年を境にさ、一気に増えますよね、ドーンって。じゃあこの2004年何があったかって言ったら、小泉竹中政権で派遣業解禁っていうことで、 今まで派遣っていうのは一部のね業種でしか認められてなかったんですが、竹中平蔵さんが清掃業にもさ枠広げたわけですよ。するとさ、データがドカンって上がってるって示してるじゃないですか。で、リーマンショックがあって派遣切りっていうのがあったんですが、またそれが徐々に復活していって、こうやってどん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 上がってってる。何が言えるか。どう考えたって竹中平蔵が非正規雇用を拡大したんですよ。でも、竹中さん曰く違う厚労省がやったっていうんですよね。いや、指示したんはお前やろって話。 ただこれ落ちた結果どうなったかって言ったら、右のこの完全失業率、これ緑のね、グラフなんですが、これは確かに減ってるんですよ。全然違いますよね。2002年から比べたら2019年って。文字起こしするとこうなります。失業率は下がり、雇用は増えたが、中身は派遣が43万人から141万人へと急拡大。給与水準や婚姻率も低下するということで、政府がさ、失業率減ったとか言って、みんながなんか雇用が生まれてる、どうたらこうたらって言うけど、ほとんどが非正規雇用なわけですよ。 で、非正規雇用が増えれば、書かれてる通り、給与水準は低下するわけです。で、みんなお金がないから、結婚なんてできなくなって、婚姻率が低下して、少子化が加速するんですよね。ちゃんと連動してるでしょで、こういったグラフだんのに、竹中平蔵さんは自分のせいじゃない厚生労働者が悪いって今回言い出して、さっきの記事では一応コロナの中の雇い止めっていうところに関して、首切られてんのって非正規とか派遣の人ばっかりなんですよに関しても、 そんなことばっかり言ってるから日本の将来は心配だみたいなこと言って、片山さつきさんも私もそう思うとかね、ばっかりわからんこと言い出してるんですよね。いやいや、お前らがこれをせえへんかったらそもそもこんな心配なかったんやけどっていう。僕はそういうふうに思うんですけども、まあ竹中さん曰く雇用の流動性っていうのを高めていかないと日本はうまいこといかないと。で、それをブレーンにしてるのが日本維新の会であり、 同じような政策をしてようとしているのが今の岸田政権の労働改革ということで、えー、今回はこれで終わりたいと思います、えー。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。